このコードの弾き方は今のギタリストにとって必須のテクニックです。おはようございます、カズキです。日本の音楽業界に彗星のごとく現れたバウンディというアーティスト、皆さんも聞きましたでしょうか？まだちゃんと聞いたことがないっていう人はもうこの動画を見てからすぐに聞いてください。キャッチーなところもあるし、心地よいチルな感じも兼ね備えている、実は僕が今一番ハマってるアーティストさんだったりします。で、ギタリスト目線で言うと、とにかくコード弾きがおしゃれでかっこいいんですよね。指で弾いてみたり、そこにおしゃれな単音のメロディーを混ぜてみたり、特に現代のネオソウル的なコード感が好きな人はもう必見だと思います。ぜひそのあたりに注目して見ていってください。それでは楽しんでいきましょう。バウンディのおしゃれギターフレーズ第5位は地球儀です。切れのいいカッティングとその上で鳴っている甘めのリードギター、もうこの組み合わせ最高だと思いませんか？めっちゃ楽しいので、まずはこれをコピーしてみましょう。ちなみにこちらの曲はエメさんとのコラボ作品ですね。ハンマリングとスライドを丁寧にすれば問題ないかなと思います。で、メロディーが弾けたら次はコードカッティングにも挑戦してみてください。もしかしたらこっちの方が弾いてて楽しいかもしれません。バウンディのおしゃれギターフレーズ第4位は不可抗力です。いや、もうコード弾きの間にメロディー挟むの最高じゃないですか。でもこれ原曲を知ってる人からするともしかしたら違和感を感じるかもしれません。実はもともとこのフレーズギターじゃなくてシンセサイザーかなって弾かれてるんですよ。でも聴いた瞬間に、あ、これギターで弾いたら絶対かっこいいだろうなと思ったので、今回はギターに変換させていただきました。まあ、もしバンド編成でバウンディをコピーしたいっていう人はぜひこれを参考にしてみてください。タブはこんな感じ。こうして弾くとキングヌーのビニールっぽさを感じてかっこいいですよね。ただですね、ちょっとこれ難易度が高いよっていう人はこの単音を省略して弾いてみてもいいかもしれません。こういうのを全部取っ払って、これはこれで全然かっこいいのですごくありだと思います。バウンディのおしゃれギターフレーズ第3位は東京フラッシュです。この曲でバウンディを知ったよっていう人多いんじゃないでしょうか。シティポップな曲調の中にメロディアスなギター、実はこれハモリを効果的に使ってるんですよね。基本的にはいわゆるサンドハモリというやつですね。まあ、この辺は4度ですけど、で本当はギター2本で録音してると思うんですけど、今回は1本にまとめたバージョンでタブ譜にしてみました。リズムはしっかりと跳ねましょう。バウンディのおしゃれギターフレーズ第2位はベネフィッツです。
こういうパターンもあるんやっていうのが、これを初めて聞いた時の僕の感想でした。おしゃれ系だけじゃなくて、しっかりと歪んだギターも混ぜてくるあたり最高です。でここで注目したいのはチョーキングですね。まずはタブ譜で確認してください。なんかこの絶妙な音程のチョーキングが、いわゆるロックなギターソロとは違うような気がしますよね。ちょっとした緩さというか抜け感というか、すごく今風な感じがします。バウンディのおしゃれギターフレーズ、いよいよ第1位は世界の秘密です。これ僕の一番好きな曲。もうね、バッキングのアルペジオは弾いてて一生飽きない。気づいたら夜になってる。こういうフィンガーピッキングのアルペジオはもう近年のネオソウルの流行でどんどん需要が高まってるので、ぜひこの機会に練習しておきましょう。コードも右手もシンプルなので、指弾き初心者の方の練習にも最適だと思います。ただですね、リズムがちょっと跳ねているので、その辺は難しいかもしれませんね。これが最大のポイントになります。でリードギターはこんな感じ。こっちもね、ゆるい雰囲気で弾いてて気持ちいいですね。はい、以上がバウンディのおしゃれギターフレーズトップ5でした。いやー、弾いてて楽しかったですね。バウンディさんの曲を聴いてると、今の時代にはどんな音楽が求められているのか、なんかそういうのをすごく考えられてるのが伝わってきて、めっちゃ癖になります。この機会にぜひ皆さんもバウンディを聴いてみてください。でもし今回の動画でギターの弾き方や音作りでわからないことがあったよっていう人は、下の説明欄からカズキのギターサークルの詳細をチェックしてみてください。サークルでは僕に直接チャットで質問できたり、サークル限定のレッスン動画が見れたりしますので、ギターをもっと楽しみたいという方におすすめです。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。